名寄ならではの深い深い新雪の中を、何も履かないと埋もれてしまうような深い雪なんですけども、その中を自由に歩いていけるっていうような道具ですね。で、足につけて歩くだけなので、どなたでも簡単にチャレンジできますし、粉雪を踏みしめていく気持ちよさを感じながら登ったりとか、時にその雪の中に飛び込んだりっていうような、粉雪と戯れるような、そんな散策を楽しむプログラムになってますね。奥深い真っ白い雪の森っていうのを、登山道を歩くわけでもなくて、とっても手軽に登ったり滑ったりっていうのを楽しめる、雪を滑る歩く、そういう自由を感じれるような道具かなと思います。北海道の中でもとっても冬が冬らしい、寒くて雪が深くて、自然が豊かな名寄の、スキー場、それから冬の森ですので、ちょっとチャレンジする気持ちと、好奇心を持って、新しい遊びに飛び込んでみてもらいたいなと思います。